ていうのはそこまで浄化できてない。とかそれをやっぱりペットボトルっていうのは確かにその商売にはなるんでしょうけども、逆にそのペットボトルがゴミになってちゃう。それとそのやはりその水のきれいさっていうかですね、そういうのはなかなかあの加味されないんで、そのまあリゾート地区にある湖自体がやはりどんどん不要化していって、青コンだとかそういうのが発生してしまう。そうするとどん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 それが今度進化しちゃってどんどん悪くなる。これをどっかで止めないといけない。特に湖の場合にあの流れが止まっちゃってるもんで、どんどん悪くなると、どんどんそれが悪くなる一方で、そのための原因をやはりあの取り除かないといけない。そのために一般的なものとしてはあの元来使われているのはこういう凝集沈殿、浮遊しているものを固めて、ろ過しやすくする。昔からあるのは 石積みだとか砂だとか、その川を通すとみんなきれいになる。そういうそのプロセスが元来自然にはあるんですね。ところが全部それを今の世の中壊して、その壊れた状態でたまりに来れば当然汚れたまま今度